さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、サムネタイトルにも書いてある通り、今日出た移籍ニュースの話なんですけど、清水エスパルスの金子翔太選手がジュビロ磐田、期限付き移籍したよというところについてね、まあ、金子翔太選手の、今までの経歴だったりっていうところを大まかに紹介させていただいて、その後にですね、今回の移籍の内容だったり、まあ、今後の、ジュビロ磐田だったり清水エスパルスというところのね、どのような感じで動いていくのかというところについて紹介していきたいと思います。この商店もですね、年内1万人というところを目指して毎日勝負を頑張っておりますので、この動画がいいなと思ってくれた方は今のうちにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということでですね、早速金子翔太選手の経歴の方から紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、早速まずは金子翔太選手の今までの経歴だったり、まあ、特徴だったりというところについてね、紹介していきたいと思います。金子翔太選手、26歳の選手で、163センチ、58キロ右利きの選手になっております。JFA アカデミー福島からですね、清水エスパルスに加入をして、まあ、ここまで一筋というところで来ています。まあ、2015年というところには、栃木市にレンタル移籍はしたものの、まだ完全移籍というところがない、清水エスパルス一筋の選手になっております。まあ、この金子翔太選手が有名になった話題、まあ、シーンだったりというところで、紹介させていただくと、J1 通算ですね、2万得点というところを決めた、まあ、この金子翔太選手もでもありますので、運も持ちつつ、この実力を持っているという金子翔太選手になっております。J1 というところでまずね、135試合に出場している、まあ、経験値豊富なミッドフィルダーということで、まだ26歳の選手ではありますけど、まあ、J1 の舞台でね、より活躍をして経験値豊富な、ミッドフィルダーの選手が、ジュビロ磐田に、今季加入することになりました。まあ、今季の清水エスパルスというところでは、ロティーナ監督が就任して、ね、あまり出場機会を得れてない中で、リーグ戦というところでは、5試合の出場にとどまってしまっていますので、まあ、ここでね、この夏の移籍というところで新たにね、一回りも二回りも成長するために、今回の移籍を決断したのかなと思われます。このね、清水エスパルスからジュビロ磐田に加入するというか、まあ、期限付き移籍というところがありますけど、移籍するにあたってですね、ジュビロ磐田の鈴木監督というところがですね、この金子翔太選手をユースの日本代表時代にですね、関わりがあるということで、まあ、それもありながら、金子翔太選手に目をつけていたという背景がありますので、まあ、このね、ジュビロ磐田に加入してから、もうこの、金子翔太選手の良さだったり、まあ、持ち前の、ね、ドリブルというところをよくね、熟知しているこの鈴木監督でもありますので、まあ、そこのね、浸透度だったりっていうところは、問題ないのかなと思われますので、まあ、ここから、今回の移籍の内容というところについてね、大まかに紹介していきたいと思います。はい、ということでですね、改めて今回の移籍の内容というところを最初から紹介させていただきたいと思います。清水エスパルスに、所属する26歳の金子翔太選手が、期限付き移籍でジュビロ磐田、J2 のジュビロ磐田に期限付き移籍で加入することが決まりました。まあ、こちらに急遽出た、今日のニュースでもありましたね。びっくりしたニュースでもありますし、まあ、ここ最近ね、この夏の移籍動向というところで、あさってからですか、第2期の、移籍期間が空くという形になっておりますので、まあ、明日だったりあさってというところでもね、ギリギリの移籍ニュースあるのかなと思いますけど、まあ、そこで、今回ね、禁断の移籍とも言われる、清水エスパルスから、ジュビロ磐田という静岡県内のですね、移籍することが決まりました。まあ、正直ね、この禁断の移籍、まあ、静岡県内の、移籍というところでですね、多少賛否両論あるものの、まあ、個人的にはね、応援してる選手もありますし、まあ、この J2 のジュビロ磐田を、J1 に導くという点でもですね、いい移籍になったのかなと、個人的に感じております。まあ、もしね、J2 のジュビロ磐田が昇格をして、清水エスパルスというところは、まあ、前半戦ね、ちょっと苦しい状況にはなっていますけど、来年も J1 にいるようなことがあれば、まあ、同じね、J1 で静岡ダービーというところは実現しますので、まあ、ここはね、ぜひ来年見たいところなのかなと思っております。清水エスパルスとするとですね、まあ、多少痛い放出にはなってしまいましたけど、期限付き移籍というところで、まあ、金子翔太選手が、ジュビロ磐田で活躍をして、来シーズンですね、帰ってきてくれれば問題ないところなのかなと思いますし、まあ、ジュビロ磐田からするとですね、J1 昇格へ向けて、まあ、この J1 でもね、経験豊富な選手というところは先ほど言いましたけど、まあ、その実力差を獲得できたっていうのはとてもいい補強になったと思いますし、まあ、ここからね、後半戦 J1 昇格に向けてさらに厳しい戦いが毎節待っている中で、まあ、このベテランというか、まあ、経験値豊富な選手がですね、加入してくることとなったのは、ジュビロ磐田としても心強い補強になったのかなと思われます。まあ、主にですね、個人的な考えというところで言うと、2列目で、起用するのかなというところで考えると、まあ、この大津選手だったり山田選手というところはですね、今シーズン、まあ、主な2列目として担当していますし、まあ、その他の選手はいますけど、まあ、このベテランとのスタメン争いというところもですね、金子翔太選手の大いに期待して、見ていきたいところでもありますし、まあ、このベテラン選手が疲れてきたら、まあ、連戦というところもね、ここからありますので、まあ、この金子選手の良さだったりというところも際立ってくるのかなと思われますので、
まあ、この金子翔太選手の良さというところを引き出せるメンバーはですね、ジブリだったら非常に揃っておりますので、まあ、そこの融合というところも期待しつつ、見ていければいいのかなと思います。先ほどね、第2の期間として、あさってから、登録期間が設けられてるというところは話しましたけど、16日というところにですね、無事登録が進めば、翌日17日の山形戦というところもですね、登録必要が可能ですので、まあ、この、天王山でもある山形対ジュビロだったというところにですね、デビュー戦が待っているのかというところもね、ちょっと気になるところでもありますし、まあ、ちょっと深掘っていくと運命なのかね、その山形の、監督というところが、昨シーズン清水エスパルスで指揮を取っていたピーター・クラモフスキー監督ということで、まあね、久しぶりの、このクラモフスキー監督と金子翔太選手の再会というところを見れるというところもですね、まあ、Jリーグサポーターとしてはちょっと気になるところでもありますので、まあ、そこら辺にも注目しつつ、まあ、無事ね、登録期間を設けていって、まあ、明日ですね、一応予定では、J2 の第23節の試合前プレビュー紹介していきたいと思いますので、まあ、そこでもね、ちょっと、この岩田対山形の話をできればなと思いますけど、まあ、そこにも注目しつつ、まあ、この金子翔太選手の、移籍後のですね、活躍っていうところに大いに期待しつつ、見ていければいいのかなと思います。まあ、途中にも言いました通り、来年ね、J1 で静岡ダービーを見るためにも、まあ、清水エスパルスとすると、ひとまずですね、残留ラインというところを達成して、金子翔太選手が移籍をした、ジビロをやったというところは、まあ、ここからですね、気を抜かず、まあ、前節でね、一応、連勝というのはストップしてしまったものの、まあ、ここから、まだまだ J1 昇格に向けて負けられない戦いが毎節続きますので、まあ、勝ちを拾っていって、悲願の J1 昇格というところに向けてですね、まあ、この金子翔太選手の活躍含め、応援していければいいのかなと思いました。はい、ということですね、今日出たニュースでもある清水エスパルスから、金子翔太選手がジビロ岩田へ期限付き移籍をしたよというところについて、金子翔太選手の大まかな情報と今回の移籍の内容というところについて紹介させていただきました。まあ、個人的にもね、このニュースはびっくりしましたし、まさかの移籍だなというところもあり、まあ、この金子翔太選手がさらに成長するために、ジビロ岩田を選択したっていうのは非常にね、いい選択だなというところを感じました。まあ明日というところはですね、J2 の試合前プレビューを上げますけど、まあそこを含めて今週末もね、J2 の戦い、非常に面白い戦いが待っておりますので、まあそこにも注目しつつ、金子翔太選手の今後の活躍、大いにね、期待して見ていければいいのかなと思いました。ということですね、今日もご視聴ありがとうございました。この動画になったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。まあ昨日といってはね、ドラフト会議を上げて、まあ近日中に後編というところを上げていきたいと思いますし、まあ、週末というところは J1 だったり J2、J3 リーグまた行われますので、